はい、おはようございます。今日も有明スタートでございます。今週は月曜日、一昨日も来たんですけどね、はい、今日はルーティンの抗がん剤です。和子さんの体調ですが、だいぶ回復してきました。体重は今日はちょっと聞いてなかったんですけれども、まあ物食べてるし戻りつつあるんではないかなと思います。はい、僕は、お母さんのお葬式なんだかんだで太ってた分はだいたい戻りました。昨日のお仕事ですが、非常に順調に進みまして、全く不在なく1週目で全部お荷物落ちまして、直帰をすることができました。2回続けて直帰できてるんでね、今すごいラッキーでございます。今日は6時からのお仕事になります。こっち側来るの初めてかな。ずっと工事で通れないように塗ってましたので、まあお日様が元気になっちゃうとちょっと逃げ場ないんですが、はい、有明ジム EX 体育館ですかね。かなり木を基調とした建物になってます。これも隈研吾さんなのかな、はい、隈研吾さんが建築家ですが、最初はなんか小難しいじじいなんだろうなと思ってたら、この所さんのメガテンに出たの見てだいぶイメージ変わりましてね、すごい気さくな、自然を大事にした素敵なおじさんだなと思うようになりました。あっちが豊洲ですよね。豊くんなんか泊まったのあっちの方なんのかな。岩圏から近かったとは言ってたんですけれどもね、その辺低い建物がいっぱいあるところが市場なのかもしれません。あっちにはレインボーブリッジです。いろいろな権利が絡み合ってなかなか閉鎖できないレインボーブリッジです。チャッ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 チャンってやつね。ミミちゃん調子よく歩いてます。そろそろなんかね、お日様顔出しそうなんでちょっと怖いです。日陰になれるとこ行こうよ。向こう渡るとあの建物の陰で日陰になるから、そっち行こう。例えばこの間のバスケットも有明アリーナでやってたそうですね。ワールドカップには間に合わなかったけど、船橋にできるララアリーナもなんかそういうバスケットの大会でいろいろ使われるんでしょうね。楽しみです。外観も黒でね、すんげえかっこいいですよ。船橋市民のお披露目かなんかあったらぜひ行ってみたいですね。今日もとてつもない暑さが船橋を襲っております。なんか息が切れちゃうよね。これからガソリン入れに行ってまいります。調べましたら174円の6円引きということで、168円で160円台でとりあえず入れられております。なんかニュースとかで見ると180円を超えてるって言ってるんでね、いやいやいや大変ですよね。経費がどんどんかさんでしまいます。今時計に雨が接近中っていうのがあったんです、出てきたんですが、本当かな。でも何度か降ってはいるんですけれどもね、
2、3度温度がガーンって下がるような雨って最近ないかな、あるのかな逆にあの蒸し暑くなっちゃう雨ばっかりですもんね、ここのところね。ちょっともうこの暑さは何とかしてほしいもんでございます。あ、天気予報を見ると今月いっぱいまだ暑さが続くようでございます。あ、そう、それと訃報です。訃報っていうのかな良くないお話です。ついに川崎でもチョコレート氷がなくなったそうですいやー、どうなるんだろう、もう食べれなくなっちゃうのかな。でも2度食べれましたから良かったことにしましょう、はい、チョコレート氷情報、セブンイレブンのチョコレート氷情報ありましたらお願いします。買いに行きます。では買いに行くじゃない、食べに行きます。ではシャインマスカットです。ふるさと納税ができなくなってから初めて食べます。やっぱ美味しいよねえ、うん、ブドウは食べれないから、このふてくされた顔ごめんね、ミミちゃん。夕方お散歩です。今日から今から和子さん復帰です。今聞きましたら体重も2キロ戻ったそうで、よかったよかったです。今日はリハビリってことでちょっと歩いてロピアでお買い物にします。この暑さね、普通の人でも参るからね、しょうがないです。気をつけていきましょう。はい、これからアマゾン行きます。今日朝病院行ってなんだりかんだりでいろいろあったので一日が長いです。今日は昨日一昨日よりも30分早く6時始まりの4時間です。あー、エアコンの風が気持ちいい。このままずっと日陰にいたい感じ。はい、じゃあ楽しんで行っていきたいと思います。和子さんも今日何日かぶりで夕方お散歩行きましたが元気です、よかったです、はい、では行ってまいります。